はい、それでは、4×400m におきまして見事優勝されました敦賀高校のチームの皆さんに来ていただいております。1走田辺さん、2走栗原さん、3走島田さん、4走柴田さんのメンバーです。それではお一人ずつレースの感想を聞いていきたいと思います。まず1走田辺さん、お願いします。はい、急なメンバーチェンジがあって、その2走の綾乃に負担はかけたくないと思って絶対1番で大差をつけて渡そうと決心しましてました。1走の田辺さんが1位で持ってきてくれたのに抜かれてしまったのは本当に申し訳ないと思ってます。急遽知らされて驚いた部分もあったけど、先輩方がなんか支えてくれたので心を整えて走ることができました。今日は一人マイルをしたんですけど、最後の400の決勝と同じぐらい走れたのですごく私はハラハラしましたが1位になれてよかったです。ありがとうございます。結構急なメンバー変更やったんですかね、決勝はですかね。はい、それではまた次の今シーズンも続いていくということでマイルの目標を柴田選手お願いします。今はタイム的にはまだまだですが、もっともっと全チーム全体としてタイムを上げていってインターハイでも活躍できるようなチームになりたいと思っています。はい、圧倒的な強さを見せてくださった敦賀チームの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。